ベネツィアのサンマルコの馬。古代のクワドリガのレプリカヨルのブランデンブルクモンの、クワドリガパリのカルーゼル凱旋門ンのクワドリガグラン、パレのクワドリガニューヨークのグランドアーミープラザの、クワドリガプログレスオブザステート、クワドリガ、または、クワドリガは、四頭の並行する馬に引かせた、ローマ帝国時代の車、またはチャリオットであり、古代ギリシアのテトリッポスに相当する。 ラテン語のクワドリマイナスとジュンゲレを組み合わせた語である。古代オリンピックなどで戦車競争に使われていた。ギリシアの壺やレリーフに神や英雄の乗ったチャリオットの側面から見た絵が描かれているものがあるが、そのチャリオットがクワドリガである。クワドリガは勝利の象徴だった。そのため勝利を象徴するウィクトーリアやペメといった女神が乗った姿で描かれることが多い。 古代の神話では、クワドリガは、神々の乗るチャリオットとされていた。アポローンは、クワドリガを買って、天空を行く姿でよく描かれ、日差しをもたらし夜を追い散らす。クワドリガは、チャリオット部分の実を指すこともあるし、四頭の馬を、繋げた全体も指すことがある。近代のクワドリガの彫刻の原点は、勝利のクワドリガの異名を持つサンマルコの馬という古代の、 彫刻であり、古代のクワドリガの彫刻としては唯一現存している。もともとは、コンスタンティノープル競馬場の建物の上にあったもので、現在は、ベネツィアのサンマルコ寺院にある。1204年の、第4回十字軍に参加した、ベネツィアの十字軍が持ち去って、サンマルコ寺院に設置した。1797年、ナポレオンがパリに持ち去ったが、1815年に、 ベネツィアに変換された。大気予選のため、本物は1980年代に博物館に移されており、現在サンマルコ寺院にあるのはレプリカである。有名な実物大のクワドリガの彫刻を、ほぼ年代順に劣挙する。ありがとうございます。